こんにちは。僕たちは韓国審判のピアルティでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はミセスグリーンエアポールのダンスホール。いつだって大丈夫、この世界はダンスホール。君がいるから愛を知ることがまたできる。大好きを歌える。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はミセスグリーンエプルです。活動は2013年からしました。事務所はユニバーサルミュージックと、レーブルは EMI ミュージックです。はい、ミセスグリーンエプルは2020年7月に活動のフェーズ1を完結と宣言して休止しました。それで今年3月に活動のフェーズ2として3人で戻ってきました。この曲ダンスホールはフェーズ2の初のミニアルバムユニティの収録曲で、フジテレビ系朝の情報番組目覚まし8のテーマでございます。この曲に関してメンバーたちは、いろんな悲しいことがあふれる今のご時世で、温かいもの、楽しいこともまだ確かにあると信じて曲にしました。皆さんの一日の始まりに聴いていただければ嬉しいですとコメントをしました。それで皆さんも、皆さんの周りに絶対ある温かいもの、楽しいことを考えながらご覧ください。では行こうよ。첫가사부터너무좋은것같아요. 아, 요즘진짜만능엔터인가봐. 밴드만해서 살 수 있는 스텝. 좀 더 쳐야 겠네. 일단 마이클 잭슨 복장이야. 약간 이 코로나로 영향으로 인해서 약간 영상의 시대가 왔잖아. 그러다 보니까 이제 밴드들도 이런 영상미를 안 살리면 약간 어려운 시대가 온 건가? 이런 느낌이 들어요.화장잘했다. 아이돌같아요. 그러니까요. 난 이번에 처음으로 나이를 알게 된 거야. 생각보다 어린 거야. 맞아요. 난 되게 나이가 많은 줄 알았어. 전 가사 같은 거 보면서 아, 나이가 꽤 많겠구나라고 생각을 했는데 25살이더라. 한국에서도 제법 인기 있지 않았나요?원래는인기가막그렇게인지도가높지않았는데투모로우바이투게더 그팀의일본싱글에곡을만들어주면서한국에서이제발라드곡그래가지고한국에서도활동을하기위한큰그림이아니냐그런얘기를들어가지고곡퀄리티를보면요밴드곡같지가않아요밴드곡이로서이약간용서되는그런요소들이아예없거든요그냥진짜그냥작곡가로서의곡으로서도아예선색이없는흠이없는곡들인것같아요브라스도많이들어가고여기진짜따라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 되게뭐가많아요이게안들리는것도진짜이렇게앞으로앞에서안들리는것도많은장치를해놨어요곡의퀄리티를높이기위해서숨겨놓은것도많고요그래서들을때마다깜짝깜짝놀라이런게있었다고그리고무엇보다브라스랑이런기타이런음악은열을내죠그치진짜신나는거같아진짜딱아침에들으면딱힘내서하루를살수있는그런음악인데맞춰서낸거같아요여름을맞춰서작곡가업계얘긴데6개월전에내거든요원래이런6개월전부터만들기시작해요그래서네봄에이제만들기시작한곡을이제여름에맞춰서낸걸수도있어요무슨밴드가춤도잘춰다잘춰 딱딱맞지않아요화음을만들었거든요보코더라는걸써서킹그느가많이썼던와우그래서난그라이브할때마이크구성이어떻게되는지궁금하긴하더라고요
지금 딱 부를 때도 봐도 그렇게 막 뭐라 그러지 압력으로 좀 부른 것 같진 않잖아. 근데 되게 높잖아 사실은. 끝없이 올라가. 춤추면서 어떻게 부르지? 아이돌 하셔야 될 것 같아. どうでしたか？なんか元木さんの発声をなんか聞きながら、いや新しい発声を勉強ができたなとなんか思いました。そして今年の海に行ったら多分この曲もなんかバンバンなんかこう聞こえるんじゃないかななんか思いました。なんか前にミセスさんが出した青と。まあ、夏の曲あるんですけど、その次になった夏の曲じゃないかなと思うぐらいめっちゃ良かったです。なんかいつもオーケストラプラスバンドって構成で曲を出してたんですけど、今回はこの構成でなんか驚きました。これでも本当にクオリティも良くて、うん、本当にいい曲だと思いました。この曲が朝の番組のテーマって言ったんですけど、毎朝この曲を聴きながら、まあ、一日を始めたら、ずっと大丈夫って言われて、なんか元気もらえるかなと思いました。このバンドもなんかいろんなことがあったと思うんですけれど、それに関して話したいことをなんか誰が何を言われても楽しむのが価値だっていうことをちゃんと言ってて、あ、もっと心に響いてるんじゃないかなと思いました。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。